桃か、君が生徒会室に来るなんて珍しいね。どうしたんだい？アリスの知られざる顔を大解剖しに来た。それは恐ろしいな。マリア、一体どういうことなんだい？ごきげんよう、アリス様。実は購買部の業務日誌が気になるとお嬢様がおっしゃいまして。かくかくしかじかというわけだね。なるほど。おお、アリスすごい。マリアと同じくらい超能力ある。説明は簡単であればあるほどいいと思っているだけさ。時は金なりと言うだろ。おお、なるほど。お家が劇場を経営してるからテキパキしてる商売人。アリスさすが。そうそう、そうやってさりげなく説明的な紹介をするのも重要なスキルだね。桃花もさすがだよ。お嬢様はいろいろなことをスポンジのように吸収する素直さをお持ちの方ですから。確かに桃花は純真無垢、まっさらな女の子だからね。いろいろと教えて自分色に染めたくなる。今日は桃花のお話じゃない、アリスのお話。おや、そうだったね。それじゃマリアのお手並み拝見といこうか。それでは僭越ながら、アリス様は定期的に犬用のキャンディータイプのチーズとビーフジャーキーをご注文くださっていますね。ああ、私の愛すべき相棒ケルベロスのためにね。日本へ留学する私と共にイギリスからはるばるお供をしに来てくれたんだ。感謝の気持ちを表すためにも食事くらいは充実させてあげたいんだ。犬の3歳といえば人間でいうと約21歳、一番の食べ盛りのはずですが、だんだんと一度にご注文くださる量が減っていますね。ああ、どうやら文芸部に入り浸ってお菓子をもらっているようなんだ。いちごくんたちが優しくもてなしてくれるらしくてね。最近ふっくらしてきたよ。おお、なるほど。確かに文芸部の部室で時々会うかも。宮国様には特に懐いていらっしゃいますものね。ああ、いちごくんはまゆうちゃん相手でなくても甘やかし上手だからね。ケルベロスも骨抜きにされてしまったんだろう。ペットは飼い主によく似ると言いますものね。何が言いたいのかな、マリア。いいえ、何でもありませんわ、アリス様。そういえば先日、肩こりの解消に効く食べ物をご所望でしたわね。ビタミン E が効くとのことなので、くるみを入荷いたしましたわ。ああ、ありがとう。助かる。話題を変えてくれたおかげで、夢中の意味で助かるよ。おお、なるほど。アリスおっぱい大きいから肩こりする？どちらかといえば目の使いすぎだね。生徒会の業務では細かい字を読むことが多いから。生徒会業務、略称部の課題とか。どうだろうね。アリス様は裏でいろいろとお膳立てをして皆様を楽しませるのがお好きですものね。好きというか、これは半ば天命なんだろうね。私は舞台の上で踊るより舞台や観客席を眺めて盛り立てる方が合っているんだよ。そうでしょうか。それを知るためにも一度舞台に上がってみるのもいいかと思うのですが。二人とも難しい話してる？そうでもないさ。ねえマリア。そうですわね、アリス様。それより業務日誌は他の人のものも聞きに行くのかい？うん、そうしたいけど決めてない。次はどうしようかな。